最初から言ってたね、あのノエリ選手が KO で勝てなかった選手に、まあ、自分が KO で勝つっていうのを、まあ、1ラウンド KO で有言実行できて、すごい良かったと思います。ノエリ選手のマイクにはどう思い、ムカつきますよね普通に。まあ、僕は日本人興味ないんでとか言ってましたけど、まあ、そもそも KO で勝てなかった選手俺 KO で倒しますし、そこで俺有言実行してるん で、まあ、前回トーナメントで3試合戦った後の決勝で、別にトーナメントだから負けたって俺は言い訳しないですけど、まあ、ブザマの姿見せたって、まあ、別にその3ラウンド途中まで俺は勝ってたと思ってるんで、ね、だからそのワンマッチになった時に、まあ、今すぐやって勝てるかって100%の自信があるとは言えないですよ。ただ、まあ、俺は年内に挑戦させてくださいって言ってるんで、そこでまあ興味ないっていうのは、まあ、正直俺に対しての逃げかなっていうふうに俺は今聞き取りましたね、うん、だから逃げさせないです、まあ、俺は有言実行したんでこれはやって当然かなっていうふうに思ってるんで、はい、必ず今年やります。ノエル選手の目を自分に向けさせるのに必要なものって、いや別にもう全部揃ってるでしょ。はい、まあ、K1 でずっと言ってるノエリ選手チャンピオンを倒すって言ってるんですけど、まあ、本人は、ね、俺のことは眼中にないみたいな感じでしたけど、まあ、俺は今年必ず、まあ、みんなもね、まだ早いとかもう一回やっても倒されるとか思ってると思うんですけど、俺必ずやるんで、その試合期待していただければと思います。ノエリ選手のマイクの時に安保選手はこの部屋にいらっしゃって、はいはいはい、で見てたんですよ。で、ノエリ選手が KO できなかった選手を KO したんだからもう権利があると、うん、いう、で今年中に挑戦したいというふうにおっしゃってたんですけども、まあ、別に決まればやりますけど、うん、別に、まあ、正直言って興味ないですし、まあ、トーナメントで、ね、まあ、誰が見ても僕の圧倒的な KO だったと思いますし、その力の差があるのになんか、ね、日本人最後の砦としてって言ったことに関しては、いやそれはちょっと違うんじゃないのって僕は思いましたけど、うん、やっぱりそれで対戦してなくて、まあ、自分が日本人最後の砦としてなんか挑戦したいっていうなら分かりますけど、まあ、決勝でちゃんと戦って僕に3回、ね、腹で倒されて負けてる選手が、まあ、偉そうなこと言ってんじゃねえよと僕は思うんで、まあ、それはまあ僕が決めることじゃないですし、僕はオファーが来たら断ることは1回もないんで、うん、アンボルキアと防衛戦をやってくれって K1 に言われれば僕は受けますし、それは K1 さんに、はい、決めてもらうかなって感じですね。はい、はい。